マニ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 ,ーモニーうーん。おっけ、こんばんは。 おーこんばんはくんだよありがとねだるまありがとうハートありがとう下のコメントのしみくんだよ久しぶりな感じね久しぶりな感じする,、ね、じするでもさすごく近くであったよねあのめっちゃ2列目だっけ最前だっけ前回近かったよねすごい 今日もかわいいありがとうくんだよなにこんばんはーうん黄色のだるまありがとうテスト勉強しながら見るえら <laughs> い待ってさくテスト勉強しなきゃいけない今日持って帰ってきたのに今日まだ まだじゃないわもうテスト週間やだ中間テストだよもう早いよね中間から期末がすぐだからオチオチしていられないハートありがとうこんばんはヤホ小判ありがとう14課の とったイエーイありがとう金色の誰もありがとうカホさんのも場面でサックの名前で利用されて利用されてたって <laughs> 使っていただけて光栄ですお名前をカホさんにかわいい本当にかわいいスクショしたかわいすぎるカホさん大好き 金色のだるまありがとう。結婚してありがとうするよ。うーん、え、今月の生写真の受付始まったね。今月の生写真の衣装は何だろう。 ハートありがとう。金色のだるまありがとう。ありがとう。あいできてありがとう。ございましたありがとう。ございました北くんだよって声かけてもいいよ。金色のだるまありがとう。留年くんだよ。まだはいける、中間テストはあの巻き返せるんですよ。期末で。勉強するけど。数学はだけ持って帰ってきた。 数学が好きだからさ数学しかやらないんだけどさよくないよね日本史が嫌いすぎていつもね全然できないやる気が起こらない日本史はティーカップみたいなやつありがとう疲労でヤバいくんだよえそうなのあっ過労だった過労ハートありがとうカップありがとう ハートありがとうだるまありがとう大丈夫ですか任せてください本気出すくんですかまだ出しません <laughs> 期末は出,し出す予定やっぱり何と言っても期末命ですからね中間で取っとけばいいってあの 思いはあったんですけども最近はまあ期末あるからいいかって思っちゃうさくちゃんに会えるの6回目えー、ありがとう明日も来てくれるのハートありがとうえっのスタジオスタジアムグルメを食べに来てほしいすごいスタグルだ行きたいコロッケ食べたい何か飛騨牛コロッケみたいなの美味しいらしいね飛騨牛だっけ違うかも コロッケが美味しいって聞いた。行きたいさ、コロッケマニア。めちゃくちゃコロッケ好き。だから食べに行きたいよ。FC 岐阜の試合も見たいし。グランパスもね、もっと行きたい。何ヶ月に1回とかしか行けてないから、もっと行きたいですね。誰もありがとう。えー、なんだろ、うこれ。 なんかティーパーティーみたいな雲ありがとうねー。エス S 公ンで咲く見れて「幸せくんだよ。あーね。見たいよ咲くも見えたよめっちゃ。とってもさいい席だったね。素晴らしい。カホさんの映画もすぎてかいい。ほに本当に大好きなんですよカホさんのこと。めちゃくちゃ大好きなんですけどなんかもう好きすぎてあの何だろう尊い存在というか。 うん手の届かない存在っていう感じであのかほさんを目の前にすると本当に何も喋れなくなる「かわいいかわいい」しか言葉が出てこないわ分かるもうかちゃんも分かるよねそうかわいいとかもそんなことしか出てこなくてかほさんにはあのこの思いが伝わってないかもしれないですもしかしたら。 ただあの軽く可愛いとか言ってるだけって思われちゃってるかもしれないけども本当は好きすぎて言葉が出ないだけですうまい店行ってきて「見たたまにはあのクサクく星っぽいことをしておくか」みたいな <laughs> いやつとしては見てよ嬉しいことティーカップありがとうエンシュタイン昇格したのでしーギフイベキタくんだよしてねキタくんだよしたい。 バラありがとう、だるまありがとう、お酒飲んでます。ええー、大人になったね。さ <laughs> くが言えることじゃないけど <laughs>。北たくんだよ、もかちゃん。美味しいアイス食べたく、いいな。ジャイアントコーン食べたい。すご好きでいて、人生でした。え、めっちゃにね、あのね、できるわけじゃないんだけど。あと、解いてる感がいい。<laughs> 国語ととかはちょっと苦手です、ね、だるまありがとうあ制服の目公演覚えしたくないね5月18日がさ研究生での最後かもしれないからさみんな来て絶対制服の目18日マジ日本史を教えるって教えてよで数学ん文系だけど文系の数学はあのそんなに難しくないので程よいです。 二人とも好きだなんて僕と同じです違うし <laughs> 違うもん,うんあ四4日系統の次の日に10割そば食べたくいいないいですねとってもいいあなんか真希子さんが10割そばにはまっているみたいなのを聞いてさくの一番好きなおそば屋さんをあの紹介したいですね 前回読まれないコメントを読まれてびっくりしたくんだよ <laughs> 終了間際はね作読んじゃうんだよねだから終われないのあ時間がない声近くて幸せくんでしたうちはたくさん見てくれてありがとうありがとうねこちらこそ誰もありがとう日本史はゲームで覚えることができるすごい賢いハートありがとう2006年9月20日の日付を覚えておけば100億点ですイェーイ 余裕だ <laughs> ハートありがとうそうそうそう日本史あ過去は振り向かないなんか近代のやつは好き結構でもあの江戸とか昔すぎるとあの実感がなさすぎて若からすぎて難しい難しいですよ何言ってるかちょっと分からなくなってくるトータルで点数取れれば大丈夫そうなんですよね うん、クマありがクマカステラニアンの方ありがクマありがとういつも元気ー元気だかなー会いたいねーあっひらげうコロッケ合ってるって絶対おいしい食べたいカレーもあるの あわがままな流れ星ですめっちゃね来たメール返信であざさくで見たいユニットありますかってあ勝手に募集したらさわがままな流れ星多かったうんあえカレーにのせて食べるの最高えー、美味しそうさらしのそば食べ、ね、食べます食べたい食べたいものがいっぱいあるっていうか最近本当にさなんか 食べたいもの食べれてない。守りたいこの笑顔、ありがとうね、平成の方。ありがとう。あ、人のスカーンいく、くんだよ。ありがとう。さくのミシス聞く、マジで。嬉しい。あ、広島線劇やつだったね、見たー。あれ、ダゾーンで見た。行きたかった。くー <laughs> 悔しい。 めっっちゃ行きたかったかいやーあのねアウェイでね勝つのいいですねでもやっぱホームであの勝ってほしいですねやっぱあの暑い場所ですごいですよねあのサポーターの応援の声がすごく好きですね名古屋は暑いですよ 期末あるから中間はいいかっていうのは握手あるから通称はいいかと同じですか違います期末と中間は一緒だけど握手と通称は全然違うことなのでそれはもうあのダメですね握手も通称もどちらも行きたいと思ってくれたら嬉しいですね飛騨牛飛騨牛串食べてるあれは食べないと人生損失損失まで行くんだ食べますよ <laughs> 今回もお見送りあんまり話せなくてごめんくんでしたいいくんだよいいくんだよえサクを前にするとか可愛いしか出てこない。わ <laughs> かってくれたこの気持ち可愛い,いっていうからモニーが自分のことだと思ったんで可愛い,いモニー可愛い,いね可愛い,いあー組した可愛い,いあー撮りたかった写真 タクちゃんの可愛い,いつだってガチですもんそうだよ拓もの可いいはねずっとガチだからハートありがとう土曜日と日曜日のシャメ会会いに行くね h k のイベント3年ぶりありがとう誰もありがとう帰宅くんだよ,どう,よお願いしますどういうこと <laughs> うん 見たはず神社で絵馬も描いてるえ岩にあんなやつだよねえミレイさんの発表目の前でされてさすがにびっくりええー、言ってたんだ本当に寂しいですねそう1811期勢揃いだよ 1> 数1とかはあなんか今数1やってるね数1数 A やってるなんか巻き戻ったんだけど1年で数 A 数1やって2年で数 2, や数,2数 B やってまた3年で数1数 A のなんか深掘りみたいなやってるそれライブ見に行けそうでちゃったまだわかんないんですよね あお仕事があってでその時間がまだ決まってなくて時間次第ではいけるかもっていう感じでまだわかんないんですええー、!?18 日の日程が発表される直前にその日に仕事頼まれてしまったええー、悲しいそれは何 ?T シャツとユニを用意しましたありがとうあ 18申し込んで当たりますように当たりますよ十四14日のチーム S コーン当たったやったねえざるそば食べたい流しそうめんしたい流しそばしたいなーになに倍率高そうえーそうかなハートありがとう 1853 18年ペリー黒船で日本に帰宅んだよ <laughs> 可愛らしいそう1一キロく人ラストかもしれないわかんないでもまだどうなるかはでもと,とにかくあの研究生ラストなのでねもモカちゃんおいでよじゃあ悲しいなら今日も富安みたいに講師に可愛いありがとう <laughs> すごいじゃんフランクマジで名名宝フランク法な何だろう美味しそう FC 岐阜のスタグルえでもグランパスのスタグルのあのりんご飴めっちゃ美味しいんですよねあと諭吉の唐揚げはモれべちとっても美味しいあとこの前行ったら台湾までそばあった食べれなかったけど 仕事に戻ってるはず。ええー、頑張って。ハートありがとう。こんばんは、こんばんはー。なにお兄ちゃん。桜すすぎて土日の現地会楽しみ。楽しみだね。嬉しいくん。人生損してるくん食べます。ラーメン屋さん美味しかった。大台本の向かいのラーメン屋さん。ええー。

そこで勝てるのってすごいですよねなんかプレッシャーの中素晴らしいでアウェイで勝てるその何なんていうのアウェイで勝てるメンタルがあるってことは絶対フォームでも勝てるので頑張ってほしいですねもっと楽しみ 謎の粘りがたまらん。押されてる試合かずし。え、ね。わかる。今日ずっと見てたわ。広島のやつ見てた。7列目の下手の端っこから押す。下手。あっ、OK。ありがとうね。教えてくれて。アジアチャンピオンズリーグ決勝メーター見てください。え、どこだろうどことどこなーに 22日、握手会の件があってありがとう。通称のポーズほぼほぼ決めた本ほんとありがとうね。何か、見つけてたよ。モニーちゃん。ハートありがとう。うん。天使のクマ、ありがクマ。まゆめろちゃんの方、ありがとう。ありがとうね。 ス公園で見つけれて嬉しかったけどさやっぱりさずっとあんのこそ見てる <laughs> だから次はサくのこともちゃんと見てねさくちのことが好きなのも届いてます届いてますよリアルガチン <laughs> あとありがとうおひしか勝たんありがとね平成の方ありがとうねー うせいふメ肉マぶしてありがとうそうだよさくちゃんのも書いてくあげてえそうなのえあげてよ見たいよなんでさくちゃんのあげないのそうモニちゃん今日はソファにいない川崎99部流しそうめんできるそうなのやりたいさくさ流しそうめんとあゆつかみやりたいのあゆつかみずっとやりたいんだけど なんかさあゆが食べたいとかさまあ、ちょっと食べたい気持ちもあるけど何よりあゆをつかみたいの本当にあゆつかみできて流しそうめんできて流しあわよくば流しざるそばとかできるとこないかな一気に10年前若島散歩だったのでホームでも上ウェでも楽しめるのよくわかりますえわかるえー、かるどっちもいいよねやっぱ。 の本の熱い雰囲気もいいですしアウェイのさあのね相手のサポーターが多い中でのさ頑張る姿って凄まじいですよね今日はよく話してくれ可愛いでしょうモニーターモニーターモニーター来てめっちゃ開いてるこんばんはアクストシンガポールに連れてすごい。 もシンガポールデビューだ。ありがとう。だるま、ありがとねー。かわいい。ありがとう。あ、もう、6月初めて握手いきます。よろしくお願いします。ありがとう。待ってるね。まぜそばとかでわかるわかる。わかる。健康診断に向けて健康できなくて偉い。サクは、あの、ツーショット会に向けてめっちゃ。 健康的な食事してるから台湾までそば食べたすぎてもううん、うんえー、って苦しくなってるわかるもかちゃんえモニーのさ寝てる写真かわいいよね手が可愛い,いこうやってこうやってさなんか揃えてさ可愛い,いエビ味噌つけ麺おいしかったえつけ麺食べたいえー、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 えー えーん <laughs> そうそうさくのれンはホームだからねみんな時間がない公園手を振ってくれてありがとうくんでありがとうくん見つけたよ北くんだよポーズえでもわかんない何北くんだよポーズどうしたらいいモニーねえモニー北くんだよ <laughs> モニーのはね 12日買いましたありがとう土日はなぜかサクちゃんの剣が歩くななぜかなぜか,かなのありがとうサクしか見てない最高まかりとーループできるくらい取ったのでおしゃべりできるの楽しみにしますやったーイェイうれしい K2 昇格後のモニー昇格後のサクちゃん早く見たい見に来て楽しみだねマリノスとアルアインです U.A.I.R.I.、E、聞いたことないな。ええー。マリノス好きだね。見たいですね、それは。アジアチャンピオンズリーグダゾーンだっけダゾーンで見れるかなだるまありがとう。ティーカップありがとう。え すかなこれで目をそらしたとやらしたが決してそんなことございませんえそんなことある思ったもんそく愛をつかみたいです <laughs> 流し込めたんできるか最高なんで愛をつかみたいのモチモチしてるからうん楽しいからなんか幼少期にやって楽しかったからあの潮干狩りとかよくやってた 潮干狩りとかあゆつかみとかなんかそういうさ結構野外系なやつやってたのがすごい覚えてて楽しかったあと自分で掴んだあゆをねそのまんま食べれるっていうのがあゆさんには申し訳ないんですけども楽しい流しざるそば専門店作ったられるかもえー、だよねめっちゃよくない流しざるそばで調味料は塩めっちゃいい やろうよ誰かやってよサクさんやったことあるよ家にさもう多分今ないんだけどあの大きい流しそうめんの機械があってそれであのざるそば流してみたらあの重すぎて動かなかった逆にさ流れ良くなるかなって思ったけど全然動かなかっただからあのざるそばにも耐えれるやつ欲しいですねざるそば用流しそうめん機 ンににに行行かずにグランパス見に行きまたねえっんで <laughs> いいけどねもうグランパスだったらわかるけど気持ちはハートありがとう流しもにちゃん流れてきたくんだよーかわいいえっうちの近くの川に来ればあゆつかみできるしやなで塩焼きでええ <laughs> 行きたい連れてって青いで優勝した瞬間を見れた時最高でしたえやばいね激アツ 僕は新潟に行きたいですねアルビレックス新潟もう見たいからアウェ行くなら新潟行きたいかなっていう気持ちえめっちゃ可愛いよねモニ作者の代わりに台湾までそば食べておくいいけど明日は何せ神手の最高峰だから見つかったら奇跡やな、ね、見つけます なになにあ、帰り行くとき東京駅で六なんとかなんとか食べつけ麺ですごいすごい <laughs> つけ麺でれうめえよすごいめっちゃおいしいんだじゃあラーメン食べた画像アップしてさっくに見せていこういいよじゃあもう代わりにみんながいっぱいおいしいもの食べて サクと,とごはんなんしてくださいそれでサクはもう見て楽しむからみんな美味しいご飯いっぱい食べるんだよ今日おめ目がうるるしてサクえそれさ昨日サきちゃんにも言われたお姉ちゃんにも言われたなんか目うるるしてるねただね目が痛いだけ <laughs> だるまありがとうバラありがとうハートありがとうサリウムありがとう カッパありがとうなにあいつかみとか潮干狩りとかや日焼けしそうでえめっちゃ日焼けしてたあと夏はなんかよくあの夢の国に行ってすっごい丸焦げになって帰ってきてたからあの夢の国のさちっちゃい時の写真めっちゃ真っ黒な写真ばっかりだよみんなで流しそうめんしたい ざるそばは機械でやったらねあのねそうだよね流しそうめんの機械でやるとあのすごい変な音が鳴ってた「ジジ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 」ってさくは魚がつかめないイメージつかめないよでももう食べたいから頑張る。 かわい,いありがとう。ハートありがとう。金色のハートありがとう。新潟のサポも暑いです。え、そうめっちゃ暑くてさ。あとなんかプレースタイル結構好きなのでね。見たい。六人車っていうの。そう新潟暑いよね結構。今夜はステーキ食べる。え、なんかさ朝も食べたって言ってなかったっけ朝ごはんに夜ごはん我慢して朝ステーキ食べる。すごいじゃん。 あカムクラ見たもやし生活わかるしてないけどさくもやしは納豆生活もやし生活いいよでももやしはレンジの幅が広いですからあもやしのおすすめのさ食べ方あるなんかすごい辛くするやつおばあちゃんが作ってくれるさなんかもやしの何だあれなんか辛くて台湾ラーメンの上みたいな。 超美味しいレシピ知らないけどタコありがとうたまに咲くとご飯直しますがいつも同じようなものばかりでごめんえ全然嬉しいよあのねわかるよジョイフルとかでしょめっちゃ見てる作ジョイフルさんジョイフルって多分名古屋にないんだよねけどえなんかあのファミレスとかあのチェーン店のメニュー見るのめっちゃ好きなのメニュー表みたいなさ 公式サイトに載ってるじゃんそういうのを見るのがなんか普通になんか変変な趣味なんだけどさメニューを見るだけで幸せを感じるの変でしょでもすごい趣味なんだよね意味もなくなんかサイゼリヤとかのメニューを行きもしないのに調べて見て満足するそれがね私服の時間今日の配信ライトが暗い気がするえそうライトつけてなかった けました。明るくなった。よくここまで白くなった。<laughs> よかった <laughs>。本当に良かった <laughs>。もう小学校とかの話だから <laughs>。ちょこちょここっそりサクポストし、え知ってるよ。日焼けしてた頃のサク、えやだー。本当にやだ。<laughs> が見づらくて悲しかったえ嘘めっちゃさ下手多くない見やすくないあっち側そんなことないんーハートありがとう流れるプールえプール怖いコンビニのおにぎりも美味しいあ新潟はねコシヒカリですねいいねラー油あラー油とかもあったなんかすごいさ あもやし生活推奨じゃないよ別にいいよねって中華風な辛いのあそう豆板醤かなすごいね辛い味付けのもやし好きあ見たストロベリーフラッペチーノ販売したらしいけど飲みましたがまだ飲んでないですめっちゃ飲みたい最近サックに会ってみたい気がする会ってみたい気がする嬉しいああ多いよ麺の代わりにもなるそうなの えだるまありがとう変じゃないよ変ですって <laughs> 変じゃないジョイフル行ったことない食べてみたいうーんカレーライスバスセンターのカレーライスあとありがとうミラノフードリアえわかるわかるミラノフードリアとポッカッチャとたらこソースししりふ大好きあとポップコーンシュリンプ あとえブロッコリーのくたくたなくなったよねめっちゃ好きだったのにモーニー何ジョイフルで修羅場になった実行のような思い出があったそうなの <laughs> 大阪の美味しいものねクスエして相模行ってるから知ってるいいよねーメニューだけで満足できるのめちゃくちゃお得だ本当にね なんかすごい好きただあもやしのナムルもありでも辛いやつもすごいいいんだよね何辛いんだろうあれって唐辛子系かなわかんないナムルも好きだよセブンのあのもやしとかいっぱい入ってるナムル大好き目を合わせてくれたらさらに目を合わせにいくスタイルめちゃくちゃいいねそういうのいいね たくさんだってさ,ってさ見ててもさ見てくれなかったらめっちゃ悲しくなるからさ見てほしい気づいてほしいあタコ金のタコ10個ありがとねありがとうえじゃあさすがにごはん屋さんに行ったら食べますよタコ金のタコ10ありがとねありがとう,ねありがとうえー、ワンちゃんの方 天使のクマあ,りがくまーありがとううしいとってもありがとうねあおうねそうわかるわかるやっぱね食べ物は大事ですよねラー油ラー油ね新潟はとにかくご飯が美味しくて太るあーお米ね クチャインゾーン強いけど十一日まともに目を合わせる自信がないえーなんで消けるよスタバ糖尿病になるの高いんです大丈夫ちょっとだったらだね大丈夫えー、本当に飲みたいストロベリーラペチーノみたいなイカスメパスタと白ワインえー、すぐおしゃれ たらこソースシリフガチでガチだよねあれ本当においしい何もう嫌になるぐらい美味しいあれだったらもういっぱい食べれるからねハートありがとうほうれん草のソテーえ食べたことないハートありがとううんとだるまありがとう何がラインだろうってなんかしる <laughs> だっていっぱいあるじゃん何 胡椒辛いい唐子とか,辛子辛とかちょっとわかんないさく味オンチだからほぼさくしか見てないほぼね多分んさきちゃん見てあほんとカップありがとうラーメンも美味しそうなの目合わせてるつもりいいねキューブでいきますお待ってるねだるまありがとう定食屋さんいいよねさくも好き 何もにあー,ーありがとうサクちゃんしか見ないサクちゃんがいるから公園行く嬉しい18日応募してましたサクちゃんに会えー、会いたいねさくらちゃんに手です本当かやえ <laughs> ティーパーティーのくもありがとうシシリーフって何わかんないもニーちゃんどうしたの本当に悲しそうルカちゃんおいでルカちゃんおいで 干将。 でしょ。友人情り久しぶりに新世をよくしゃるいいなちくわのおいそべあげ食べたいねえもんちゃん食べたいよねわかるハートありがとう <laughs> 桜ぐらい何が 何がらい <laughs> どういうことあとありがとう誰もありがとう中あっえっえええピンポーン中親子丼好きと見たピンポンピンポンピンポーン <laughs> めっちゃ好きほんとに何だよモニちゃんモニちゃんまた泣いてる虫られとるだって虫ってないよね もんちゃん顎がねかゆくなるからすぐ痒くと喜ぶいいハーいあありがとうもみくちゃにされてモニータンモニータンが好んでやってることだよねこれってねモニーちゃんモニーちゃんモニち,ちゃん来てモニちゃん来て,ちゃん来て,来ておいで。 特にゴールを決められる過去で通称見つめ合いしたえいいしようよだるまありがとうねハートありがとうモーニーもう泣かないでモーニーサクお俺と遊ぶよってあそういうこと配信嫌なのモーニーちゃん寂しいんだ遠征してこういう見に来るのはサくがいるからで嬉しいありがとう元祖来たくんだよ <laughs> そうだよ 山ちゃんの台湾焼きそば食べたい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 ,べたい中尾の唐揚げでおいしい食べたい食べたいさく <laughs> の配信いつも食べ物の話になる好きですからもううんだるまありがとうかつや選べてすぐすぐこれ言うわかるかつやの唐揚げ本当とに美味しい大好きよく食べますよかつやの唐揚げパパがよく買ってくるからね 食べますよ大好きわかるわかるねもにーは明日行くんでたいよろよろタイよろ <laughs> かっこいいね。中央の唐揚げ、えー、食べたことないハートありがとう 寿屋の唐揚げめっちゃ美味しいよ。中尾行ったことがない。え、そうなの？中尾がね、なんかとろっとろですごく美味しいんだよ。お手紙ありがとう。カツ丼が好き。そうなの？カツ屋でわんぱくなセットが出る。何それ？かわい,い。ありがとうね。山椒山椒おしゃれ。今夜もサクちゃんと遊んであげたぜ。もうかあちゃんむ。 バラありがとう仲尾のうちがちょうどいいそうなのなんなら休みしたんで大須でも巡ってきますかねえー、いいな大須の食べ歩きしたいあの前のさ CD の特典で4人で行ったんだけどねえモニター6人揃って行きたいですね11期うんあ吉野は楽史んわかる やっぱりね牛丼は吉野家ですよね圧倒的に本当に美味しい10日時間がないけどあっありがとうねハートありがとう相模のカツ丼マジ、ま、最強なんでえ本ほんと今何食べたいえ待って本当にさいろいろ出過ぎてもう全部食べたいんだけどどうしよう何食べたいんだろう うんねだ飛騨牛コロッケふふ岐阜 FC 岐阜のスタグル FFC 岐阜のスタグルの飛騨牛コロッケ食べたいあと仲う吉牛もわ <laughs> かる吉野家のつゆだくだくえだくつゆだく一択 つゆだくだくの方がさあのつゆが多いんだよ知らないけど多分さ <laughs> っかいつも吉野家の牛丼の波盛りつゆだくだくで生卵やってるからえー、吉野家から揚げあるののみのみのやののみのやのかつ丼 すごい岐阜は美味しいものがいっぱいあるんだすき家派ですけどすき家はねあんま食べたことないかも美味しいくんなんだ何わんぱくのやつあ見て見たいええー、箱押しの解除許してくれるそれともこのままがえどういうこと箱押しの解除ってどう 本当に食べたい、ネギだけ食べたことない中を食べたい牛丼も生卵もちろん生卵何にでもかけるよサクていうかサくとお姉ちゃんはもう生卵大好きマンだから台湾までそばにも生卵ダブルでかけて牛丼も生卵でしょあとは焼きそば焼きそばは生卵です絶対これは「クレヨンしんちゃん」の映画でやってて なんか何だろうまあ好奇心でただの真似してみたらめちゃくちゃ美味しくてもうそっからはずっとやってる何に生卵かけるんだろうあと納豆ただあのご飯とかじゃなくて納豆だけを食べる時もねえモニちゃん生卵だよねやっぱ。 牛丼屋のカレーえ食べたことない絶対美味しいよねでも結局牛丼食べちゃうんだよね誰もありがとうあ唐揚げやってない店舗あそうだよね見たことないかもえ見てないだけかもでも食べたいノープランでアクションっても大丈夫ですか大丈夫ですよたべはマジそば食べたい明日の公園れちゃっただっけ、ね、えー、そうなの嬉しいよそうやって。 行きたたいって思ってて思くれたのが味噌かつ丼好きって大好きだるまありがとうえだよね TKG には TKG にも TKG に, <laughs> にも生卵君だけかけ目安分かるわかるめちゃくちゃわかる TKG は生卵だけがいい目玉焼きじゃない目玉焼きもありだけど生卵がめっちゃ美味しいんですこれ 重要全欄いきますか焼きそば全欄いきますねものによるかも中卵どういうこと中おいじゃないのあれバルマありがとうモーニーちゃんモーニーちゃん来てよもかちゃん来てよ温玉トッピングで七味たくさんかけるは いいな七味食べれるよすぐお手紙書こうか書かないでおこうかもえ書いて嬉しいよお手紙 <laughs> カレーに生卵すごいえわかるわかるえ待、ま、って本当に台湾文すでも食べたいやばい目玉焼きに生卵はかけないかなあ土曜来てくれるありがとうね肉汁餃子いいな すき焼きにも飲むたもんマはカレー屋だねそうなの <laughs> おもちゃそうあのこれこれはおもちゃですモニちゃんをおびき寄せようとしてる茶色のインスタ期待してますやばい、ね、ご飯ばっかり金の唐揚げでチョコソースとかへえチョコソースとかんの うん、そう焼きそばに生卵めっちゃなんかクリーミーになって美味しいんですようなぎえ食べたいカレー丼食べたいやめて <laughs> イキイキしてきた本当に食べたいんだけどうんやばいあありがとう <laughs> ティーパーティーのクまありがとうね中尾だよねだよね さっこありがたこー寒くないですけど今日めっちゃ寒くないあ猫アレルギーですそう,そうそうそううん、え台湾まじそばに温玉乗せる美味しそうあとありがとうむんちゃんあひ鳴き声に反応するなんか静かになるこれやると静かい台湾まじそば温めます温めますさすがに 高校卒業した後はもう S.K. 一本で行くのそれとも大学と両立する S.K. い一本 <laughs> だよめっちゃなんでだろうあショールームでしか行ってないからかなそのメール返信とかでもねあのたくさん聞いてもらえるんですけども昨くはあの高校卒業して大学行ってやめないってあのめっちゃ聞かれるんですけど S.K. 一本なので 皆さん安心してください勉強はね好きなんですけども SKE の方が大事にしたいなと思ったのでね SKE です作はもうだるまありがとう結婚してありがとうするよー豚バラマシマシの肉丼って気になる気になる,気になるよ 配信後に何か食べちゃいそうですね本当に食べたくなってきた一旦やめよう <laughs> 本当に食べたいやばい18日ねありがとう応募しましたありがとうね食いしん坊出てきてやばいやばいやばいご飯の話なんとかあばっかりでかわいもう本当に止まんないご飯の話するとかわいいありがとうねえかわいかったあの あのバイバイの時のさんカンペ「S 恋のマイドリーム」本当に泣けるもう兄ちゃん泣かないで泣かないでず <laughs> っと作者についていくついてきてねハートありがとうあとからでももしね行きたくなったらねあの大人になってから行,行くので大学ってね元気じゃなくても行けると。 聞いたので。結婚してありがとうするよー、ハートありがとう。ファンの人サッカーの話どっちが盛り上がる。え、サッカーの話はね。あの、わかる方とわからない方があの、いたりもするんですけど、ご飯の話は。もう。全国民共通ですからね。 さっ,ぱり系さっぱり系もいいでも今はなんかがっつり系食べたいさっさかスキーの未来だと本気で思ってるんです <laughs> ありがとう推薦制の大学もあるのえー、もさくはなんか1 0 0ロのうんタイプで1点集中型なのでなんかドンブルっていうのがちょっと苦手なタイプで。 なんか勉強してる時はもう一切ななんかなんだろうダンスのこととか考えれなくなるしなんかもう一個気になったら全部知りたくなっちゃうタイプだから勉強とかもなんか覚えるだけでいいじゃんって言われるけどそれに至った経緯とかまでしとおろそかになっちゃうからそれがなんかどっちも頑張るっていうのは難しいからやっぱりどっちかにしてそれを。 一点集中が得意だからそうするべきだなと思ってだから SKY やってる時は SKY のことだけを考えたくてそうだから通信制とかもあの現役では大学はあの考えてな,くないですね集中力はえ集中力あるのかな 頑張るって決めたら頑張れるめっちゃ泣いてるもんかちゃん分かんない,れいやだってやだって言った、うん、これやったら静まるのやだってうん知力あると思う本当もんちゃん相づ打ってるねそういうこと全部に 別にモニちゃんに話してるわけではないんだけどモ <laughs> ニちゃんに話してるんじゃないあっ咲ちゃんって思ってるみんなママです、ね、<laughs> ママだよーみんなみんな騙された <laughs> ママと咲ちゃんの子に似てるから咲ちゃん帰宅くんだよって言ってるママだよそうだよみんなうん 深く学ぶタイプなら歴史好きそうなんだけどえなんか最初からやってたら多分好きだったでも歴史から逃げてきたからもう何もわからない状態であの高校から始めるってなるとちょっと昔数学とかはもう突き詰めてきたから好き英語も英語は中学からめちゃガチ言ってたえそうそうそうわかる知りたいえ知りたいと思うよう 好奇心探求心旺盛イェーハートありがとうママママお元気ですか元気ですママだったママだよ声そっくりだってありがとう1代の声って言われてかか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 か声質が似てるってママとサキちゃん ほんまにママかしんちゃんのものまねをしてみてほしいああははさきちゃん <laughs> マジ似てるやばいほんとに面白い無理だよママ似てないもんほんと本当に似てない風評被害になっちゃう引き締の YouTube めちゃえすごいいいですねさきちゃんどこさきちゃんいない えそうなんでっって思ったら全部知りたい知らずに生きていくのはなんかねずっと疑問に思ったママはね嫌だママアイスくださいわかると <laughs> くもアイス食べたいいいよえいいのいいよえっほんと食べないけど我慢するけどね だるだるまじゃないタコありがたこママの帰宅んだよが聞きたいだって。たくんだよ。<laughs> 手つき <laughs> 手つきだっちゃい間違えた。きんだよ。さくいつもこうやってやるのにママなぜか帰 <laughs> 宅んだよ <laughs>。初めてそんなんやったことないんだけど <laughs>。ククククククク。あとありがとう。 変なの <laughs> 美術技術体育以外できない人です絵作逆に美術技術体育できない人本当にねひどかったね美術も絵はひどかったね情けない限り上手だいえーでもさー絵の具とかさなんかみんなさすっごい時間かけるのね めっちゃ丁寧にやるからでもさくってさもうめんどくさがり屋だからさもう水たっぷりつけてベッタベタにしちゃえばいいじゃんって思ってさ水をめちゃくちゃ含ませてで画用紙にバって広げたらさ一瞬で終わるのねで早く終わってもうみんなの終わるのずっと待ってたかわいそうでしょ <laughs> かわいそういっぱい待たされてでもみんなはすばらしいさやっぱあの色が濃い作品が出来上がるけどさくはみずみずしい <laughs> みずみずしい作品だっただ ね、え、そうだよえ。そう,そうそう。技術ってなんだ。ああやってた。めっちゃやってた。なんだっけ？あれ？あなんか変なあ。あいうね。熱いやつ。熱いやつをさこうやってチューって絞り出してさ。電気を通らせるやつやってた。ハンダごてだ。ハンダごてやった。体育アーマー言わずもがなという感じ。はいはい、ハートありがとう。 手の感じ、背がすごい、本当に、手の癖がすごい。<laughs> え、かわいいもに。え、君大福。いいないいないいの。誰もありがとう。えっと、ではなかったの。早お絵かきね。早お絵かき、早お絵かきが得意なのに。あのー、プロフィールに、お絵かきとか書いちゃって。あ、絵が。 上手い人みたいになってるんだけど早お絵描きですから作家得意なのはハートありがとうえ世界史うん世界史にすればよかったなって思ってるすごく日本史よりカタカナの方が覚えるの得意水墨画水彩画空は描くのうまそう <laughs> あとありがとう。みずみずしいよ。ママの声めちゃめちゃ可愛いって。ありがとう。<laughs> ママはサクの声の方が好きだよ。えサクの声嫌い。ええー、怖い,い。いやだ全然ダメ。好きじゃない。えー、もっとさ透き通った声が良かった。なんかサクの声ってさなんかこもった声じゃん。こもった声。こもった声だよ。

ありがと君声かわいい本当んに俺はさくちゃんのクリームパンが好きってってことねミレイさんみたいな声がいいあの透き通ったようななんか歌歌った時にあさくが歌ってるって分かる声が良かった わかる？うん、いっぱいいても。なんかさアイリーさんとかさもう絶対わかるじゃん歌ってたら。うん、でもサクってさ紛れるじゃん。声がちっちゃいねそこだよね。<laughs> ね。だから自分の声はま好きじゃん母上に激しく動員。<laughs> すご<い笑>

ほ本当に嬉しい歌唱力応援してありがとうね歌唱力頑張りますよ声量の問題声量は確かになんか歌うとちっちゃくなる気がするちっちゃくなるっていうかなんかマイクの通りがすごくあの見るをらしいありがとうありがとうねこんばんはこんばんは前髪よきえ嬉しい昨日切ったイ 今サタの配信も見てますそうなんだ。久 <laughs>、ね、のさメール返信にさ12期への愛を語ってくる方がいるんだけどさ間違えてるのかな <laughs> なんかさすごいさあのあのね12期のメンバーの子のなんかこういうところがすごくてっていうのをさすっごく長文で送ってくる人がいるの。毎回同じメンバーでね。うっっと思って あの「さくらですけど」って <laughs> でもちゃんとあの策の名前も出してるからその文の中に分かってるよねって思ってでもその内容的にはその長文の中のめちゃくちゃ長文なんだけどの内容的にはその12期の子の方が圧倒的に多いので朔ち,ちょっと悪いかなぐらい。 と思っってて本当にってなんかさ間違えてるならさ全然いいんだけどさあの,あの間違えてるならいいっていうかあの間違えてたらこれを木に知ってもらってあのやっぱね本人に褒め言葉届いた方がいいと思うのでやはりあの本人に言ったら絶対喜ぶと思うようなことをたくさんねあの書かれているので <laughs>。 ぜひ本人に言ってあげてくださいあの策にはねあのー、他のメンバーのいいところとかねまあもちろんあるのはわかるけどもあやっぱりね策には策のあいいところを送ってほ欲しいんですよ本当は <laughs>。ってずっと思ってたそうメール返信ねあのー、たまにあるんですよそういうこと <laughs>。 大体ねみんなあのサクのいいとことかねあの公園のここすごいよかったよとか公園行くよとかそういうね報告が多いんですけどそういう方もあるいるのでね <laughs> 相手にんほげえくそういうのできないのもう言われたこと全部すべてさ受け,受け止めてしまうの深くだから行ってみた <laughs> 手がすべてやる <laughs> そうなの えこの前のケーツコメ見て「どうせきょうちゃん」とすっ飛んでくるすっ飛んでくるのめっちゃ大きいですありがとう嬉しいですオオカミとプライドの声マッチしてるイえ嬉しいありがとうだるまありがとうタコありがとう面白すぎえなんかワンちゃんワンちゃんねあの名前が似てるから間違えてるのかもしれない <laughs> 12期だと思うえ、でも違う違うちゃんとメンバーのその名前を出して、あのー、褒めてますからねメール返事はさくちゃんのことしか書いてないね嬉しいことよ本当にうーん <laughs> めっちゃ可愛くて最後ありがとうえ本当にメール返信嬉しいから皆さんねあの続けてくださいお願いしますねいろいろねあ,のあるんですけどもいろいろあの咲はあの結構ねなんだ人より深くあの考えすぎな性格だからむちゃくちゃ気にするんですけど でもねあの褒め言葉もすごい多いので嬉しいですけどたまに見えちゃう、えそういいよそれはねあのいいんだよ適度ですから <laughs> しかも知ってるから作が全然大丈夫だよそれは大丈夫あのね違うから大丈夫だよボット疑惑 <laughs> 実書のえそうすごい嬉しい変なこと書いてない,え書い,てないよめっちゃ嬉しいよ 下書きまで書いて消しがちえ送ってよ送ろうよめことしかない嬉しい無理安心してえれ全然いいよ違う違う違うなんかすごい長文であの褒め続けてきた方がいたからそれはあの本人にぜひ送ってあげてくださいねっていうことですよ あとあのサクが出演していない「制服の目」公演の,あのいいところを語られてる方も結構あのいてそれを語って「あのサクちゃんがいなくても制服の目公演は成立するから」ってあのいやあの言ってる方がいたんですけどあの、まあまあまあ、確かに成立しますしサクのいない制服の目公演もとっても見てましたけどとてもすてきであの、まあ、できるメンバーが多いですから。 わかるんですけども。わかるけどね。策がいなくてもね。あの成立するんですよね。公演はそうなんですけども。あの、まあ。ね <laughs>。いや、あのね、それは。まあ。そので出演したメンバーに言ってほしいですね。あの。このメンバーの公演良かったよとかね。 ぜひ行っててあげてくださいねむしろ作詞かみてありがとうね。え分かるよでも、まあ、制服の目公演素晴らしい公演ですからあのどんなメンバーでもあのいいものを作り上げるのでぜひもう見てほしいですけど。たくちゃんがナンバーワン <laughs> ありがとうね。 でも受け止めちゃダメだよってあのねママにもいつも言うんですよ。あこういう返信来たなとかよく話すんですけどああのまあ、そういうまあマイナスなこととかはまあ気にしない方がいいって言われるけど、まあ、作はそれがでできなない人なんですよめちゃくちゃ気にしちゃってもうスクショまでして何回も見返してあの1人傷ついてるっていう <laughs>。見なきゃいいっていうのはわかるんですけど、まあ、マイナスな意見も。 言い方を変えればアドバイスなのでそういう思う方もいるってことはもっともっと頑張らなきゃいけないってあのアドバイスでもあると思ってあの深く受け止めてしまうのでまあぜひ褒め言葉じゃなくてもいいけどねあの策に関するあのことを送ってくれたら嬉しいです。だるまありがとう ママとかさきちゃんに伝えたしあさきちゃんとママにめちゃくちゃね話しますよあとね嬉しい返信もあのー、ちょっと傷つくなっていう返信も、まあ、結構スクショするタイプなのでさくはそうみんなのあの嬉しい返信もめっちゃスクショしてるあと検閲ないのがあるあるよあるけどね多分 まあそれをねアドバイスって思う人もいるからね。スルースル好き、スルースルースキル身につけ頑張ります。こんばんはこんばんは。こんばん,ん,ばんありがとね、嬉しい作の狼。いい？ぜ？とっても嬉しい作も含まれているからそれはとっても嬉しい。 あさく大好きと書いちゃうから、さくちゃん大好き、え、うん、それは全然大、いいんだよ。全然。あんず大好きだけど、さくのことは嫌いって言われたら、気付くけど。あずさく大好きは嬉しいですよ。あと、ありがとう。さくのこと書いて、お手紙もくれな、ね、い、ありがとう。お手紙もね、あのお手紙ボックスに入れて、大切に保管しているので、皆さんの。 ずっと思っとてるよママさんの育て方知りたいえママさんの育て方知りたいママは自由に自由にやっていいよっていう感じですよ読み返したりするのうんするめっちゃさくピー大好きてメのひしてしたところだったドキドキしましたえ嬉しいよそれは。 親父ギャグと変なコメはするねよ <laughs>、えーよえなんで嬉しい面白いよママの抜け殻みたいです今日あるかな今日ない珍しくないかもあとありがとうしたらこんなにいい子が育つのめちゃくちゃあの愛されてますね <laughs> ママはあのサクのことが大好きだからハートありがとう公演中の表情好きです嬉しいありがとうあやばいえ何時始めたっけああ1時間経ってたありがとうみんな今日も配信来てくれてサクもママのこと好きでしょそうだよありがとう教えてくれて じゃランキング発表しますね。モニがご飯食べてる。可い,い。いきます。十三位パンダの方ありがとう。十二位アライグマの方ありがとう。十一位は寝落ちの方ありがとう。十うん、あれ 変わったもう一回いきます。13位、寝落ちの方ありがとう。12位はアライグマの方ありがとう。11位はパンダの方ありがとう。10位はパンダの方ありがとう。9位はアンズの方ありがとう。8位はパンダの方ありがとう。<laughs> すごいパンダラッシュ。7位は、えっ、ー、と、誰誰だろう 見え,見えないだえ、青の方ありがとう6位はさっこぶしの方ありがとう5位はカステラニアの方ありがとう4位はくまの方ありがとう赤ちゃんの方ありがとう2位は平成の方ありがとう してッ位は犬の方ありがとうありがとうありがとうねスケマヤクね名前をベルといいよねありがとうありがとうねまた結節公園見に来えー、嬉しいいっぱい来てください結節公園にもそうもうそんな時間 <laughs> 嬉しいあっという間だね。 こんばんは。ありがとうね。誰もありがとう。ご飯食べてるだけで可愛いと言われない人生です。可愛い,いよ。スクショよろ。<laughs> はい、チーズ。うんうん,ん。 ふんふんふんんんオッケー明日の公演がまず、ありがとう明日は S 公演です皆さん見てねありがとう今今 シーユー18日応募してありがとう次はいつ会えるかいつ会えるのいつ会えるのう久 <laughs> きま前一番前久しぶりだから楽しみえー、やった頑張ってねありがとうねベンダゴインタフ忙しい時うん <laughs> <laughs> 何分かんないスタッフゲッツゴーインオッケー <laughs> 久しぶりに返信しますねありがとうねーバイバーイよく会いたいくんだよ会いたいくんだよバイバイ